あとは、まあそうですね、他にもいろいろとこう、考えなきゃいけないことがまああるんですけれども、まあ、なんて言うんでしょう、面接でやっぱりこう通る人と詰まっちゃう人の違いって、やっぱりこう論理性があるからと思うんですよね。こう結局あんまり大して、よくよく聞かれたら大して理由がないことを話したりすると、なんか理由はって聞かれた時に答えられなかったりとか、ごまかしたりしちゃうってところはすごいあるかなと思っていて、なので、その、どういうふうな質問が来ても大丈夫なように、こう、その面接対策シートっていうのを、ちゃんと作っておくっていうのは、まあ、考え方としてすごい大事だと思うんですよ。で、北山さんも面接対策シートって作られたと思うんですけど、面接対策シートどれぐらい熱心に使われてましたか？本当に一時通る前から面接受けるかもわからない学部も全部準備をしていますね。面接対策シートは例年韓国学校から受けてる方相当熱心に作ってて、それこそ人によっては本一冊書けるぐらいだから、本一冊ってだいたい10万字ぐらいなんですけど、それこそ本当10万字近いぐらい面接対策シート書いてこられた方とかもいるんですけど、北山さんどれぐらいでしたか、時数的に言うと。でも結構かなり多かったですよ。多かった、学部が多かったので、受験生学部が多かったので、その分多かった、まあ1学部1万字ちょいだとしても多分7万字ぐらいあるし、だから、まあ、実際どれぐらいだったかちょっと私も後で見てみないと分かんないけど、まあ、本当に本一冊書けるぐらいは面接対策シート書いてましたよね。で、面接対策シートをご自身で書かれるときに、なんかこう意識していたこととか、こう気にされてたこととかって何かありますか？私の場合、学部、いろんな学部受けたので、できれば内容を統一したいなっていうことはあって。なので、なんか入りたいサークルとか、早稲田においての生活はみたいな質問は全部同じような答えにしていて、ただ、あとなんか英語も、万が一のために英語の答え方も準備しておいて、英語で答えやすい、英語と日本語の答えもできれば同じの方がいいので、できれば英語で答えやすいような日本語の質疑応答を考えていました。なるほど、ありがとうございます。ついでに言うと、毎日学習会では全部英語で対応できるスタッフ何人かいまして、だからやってたよね、多分ネイティブスピーカーの先生つけてやったよね、毎日学習会でも面接の練習、あれすごい大事で、いきなり英語で聞かれて困っちゃうって結構あるんですよ。なので、まあ、特に英語検定がね、ある程度ちゃんと通ってるっていうふうなことで受ける入試って、今結構先生がいきなり英語に切り替わることって本当に多いから、だから英語で聞かれた時にどうするかっていう対策って絶対やった方がいいんですよね。そこができてないと結構まあまあ大変っていうのはやっぱりあるから、まあ、その面接対策で、まあ、どういった部分でそれをやっていくかっていうのはやっぱり考え方としてはすごく大事で、まあ、そのうちではもちろんフル英語で対応できる先生もいるので、まあ、そういう先生紹介したりとか、やれる限りのことはやっぱり全部やります、ね、その本当に、ね、面接ってごまかしが効かないから、やっぱりそこで合否が決まるっていうのはすごくまあ合理的だなと思っていて、ただまあその分 100% そこで力を出さなきゃいけないから、そこは大事かなと思いますね。で、北山さんいろいろこうその面接随分経験されて、まあ、面接随分経験された中でこうその面接受けがいいというか、面接で通る人と通んない人の差ってどういうところにあると思いましたか？正直通らなかった事例を間近で見たことがなくて、ああそっか、まあ、確かにうちの合宿とかにもちょっと夏来られてましたけど、大半受かってるしね、北山さん仲良かった子たち受かってるでしょ、だって、だから四季さんとか竹村くんとかさ、まあそこに何人かいたけど、だからまあそれ考えたら確かに見たことがないから答えられないというのは本当ですよね。はい、動画ここまで見ていただいてありがとうございました。ありがとうございました。です、毎日学習会では LINE で無料で受験相談ができますので、もしよろしければ概要欄に LINE のアドレスがありますので、ぜひですね気軽にお問い合わせいただければなと思います。あと希望の方にはね、10日間無料で添削だったりとか相談だったりとか一通り無料で10日間体験授業も受けられますので、ぜひそちらの方もご検討ください。よろしくお願いいたします。お願いします。